えー、皆様、この度はお集まりいただき、誠にありがとうございます。今回皆様には多大なご迷惑をおかけしたこと、深くお詫び申し上げます。今からめっちゃ面白いこと言います百リツイート言ったら解禁しますめっちゃ面白いこと言うので、絶対にリツイートしないでください 面白いこと、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 面白いことこのように、めっちゃ面白いことを言うという誤解を招くような表現を行い、リツイートを稼いだ挙句、最終的に意味もなく、面白いことを連呼し続けるというような深夜のテンションで行った行為は、到底、許されたものではありません。 まことに、まことに申し訳ございませんでしたさらに、私が行った悪行はまだありますあんたたちが顔でかいてうるさいので、リツイートされた数かける1センチ顔をでかくします私の家臣が、このように、リツイートの数だけ顔をでかくするというようなツイートを行い、リツイートを稼いだ挙句、 家臣に業務を丸投げしてしまったこと。こちらも織田家の当主として到底許されたことではありません。また、私の顔がでかいなどという根拠もない情報に振り回されてしまい、誤解を生んでしまったこと。大変申し訳ございませんでした <noise> そして、最後に、以前アップした動画で自分の裸と ところが体内を見せてしまうという前代未聞の行為をしてしまい大変申し訳ございませんでした <laughs> なでがで それでは最後に、応援してくださる視聴者の皆様、いつもツイッターで絡んでくださる小田軍の皆様、私の動画を見てくださり、本当にありがとうございます。私、小田信姫は、今後とも皆様を楽しませられるような動画作りを、そして、この VTuber 戦国時代を盛り上げるべく、精進して参ります。それでは、短い記者会見でしたが、 ご清聴、ありがとうございました